晩年の柏木義園30歳頃の柏木義園、柏木義園昭和13年1月8日は、日本の牧師、キリスト教師想家である、山川人志に影響を与えた。日本組合キリスト教会牧師。1860年、越後国余田藩の新州大屋派、最高寺の住職の家に生まれる。1878年東京市範学校を卒業した。その後、 群馬県薄井郡土塩村で小学校教員を務めていた時に、新島城の安中殿堂に接し、同志社英学校に入学するも学費が続かず1年で中退した。小学校教員に復職後、安中教会で海老名団状に影響を受けて入信、海老名より洗礼を受ける。1884年1月、同志社普通学校に再入学する。浮田和民と共に、 同志社文学雑誌の編集に携わり、井上遠梁の仏教信論を批判した。1889年に卒業した後、同志社予備校、熊本英学校、熊本英語女学校の教職を務めた。1892年に、熊本英学校事件が起こると10名の教師と共に、熊本英学校を辞職し、同志社予備校に復職する。定大教授、井上哲次郎が、 教育辞論でキリスト教を批判すると、同志社文学第59号に直後とキリスト教を掲載して反論した。1897年に日本組合キリスト教会安中教会牧師になる。大久保定次郎と共に1898年11月より、抗議教会月報を創刊し、安中で地域伝道と政治、社会批判運動を活発に展開した。 足尾鉱毒事件、敗傷運動、未開放部落問題、朝鮮人虐殺問題など、時代批判を幅広く言った。さらに日露戦争や第一次世界大戦、満州事変、日本の国際連盟脱退をも強く批判し、無線世界の実現を訴え続けた。抗芸協会、月報1906年9月に、西恩事項と教育直後を発表し、 教育直後の改正を主張した。1910年の日韓併合後の日本組合キリスト教会による渡瀬恒吉らの植民地伝道を批判した。1912年の内務省による三教会道を内村勘蔵らと共に批判した。満州事変の際には軍部批判を行ったため月報が発禁処分になる。1914年4月15日。 工芸協会月報で、組合協会の同化主義的朝鮮人、伝道方針を非難した。1935年、安中協会牧師を引退する。晩年には、新島城の電気執筆に取り組んだが、未完成に終わった。ありがとうございます。